自動車図鑑を作ろう全6巻の3つのポイントをご紹介します。読者対象は小学校低学年以上です。ポイント1、三村国語1年下自動車比べ、自動車図鑑を作ろうにぴったり。厳選した情報を簡潔な文章で自動車の仕事と作りを紹介しています。1年生でも簡単に必要な情報にたどり着くことができます。自動車の作りがどのように作用するかが分かるクイズもついています。先生から子どもへ、子ども同士でクイズを出し合い考えてみるのもおすすめです。ポイント2、分かりやすいイラストで重要な特徴にしっかり目がいく。自動車の資料は写真を使ったものが一般的けれども、写真には不要な情報もたくさん詰め込まれていて、注目すべきポイントに気づきにくいことも。そこでこのセットではあえてイラストで自動車の働きや特徴を表現しました。不要な情報を省き、重要なポイントをより際立たせたイラストで注目すべき点に気づくことができます。ポイント3、40点以上の作例で説明する文章の書き方がわかる。自動車の仕事と作りを説明する自動車紹介カードの作例を合計40点以上掲載しました。作例を真似したり参考にしたりすれば、1年生でも自分で説明する文章が書けます。自動車紹介カードのひな型は各巻に掲載、コピーして使うことができます。最後に編集者からのメッセージをお伝えします。まだ調べ学習に不慣れな1年生のために分かりやすさにこだわりました。どうぞよろしくお願いいたします。